今回は岡山市東区2号線沿いにあるあの建物にお邪魔しました。そうです、岡山ガーデンです。岡山ガーデン内におしゃれなカフェがあるということで今回潜入してみました。こんな感じのランチをいただきました。いやー、よかったですよ。今回は岡山市中心部から備前方面に向かっております。国道2号線沿いに気になっていた建物があります。もう目の前に見えますが、今回はそちらへお邪魔します。ここを車で通る人は絶対目が行ってしまう建物だと思いますね。気になります。今回向かった建物は岡山市東区寺山にある岡山ガーデンというところなんですよね。まあ本当に以前から気になっていた、一体何の建物だろうということなんですよね。早速今日はね、こちらに行ってみようと思います。はい、というわけで今日はね、岡山ガーデンですかね、三里村、ちょっと漢字読めないですけど来ました。ちょっとね、2号線沿いにあるんですけど、前から気になってた場所に行ってみようかなと思います。岡山ガーデン、すごい大きな建物ですけど、すごいですね。なんかいろいろあります。ちょっとね、気になるお店がこちらあるので行ってみます。はい、というわけでね、今回お邪魔する岡山ガーデンなんですけど、1階がカフェ&マーケット、2階がレストランとなっておりますね。早速中を見ていこうと思うんですけど、2階はこの日はたまたまお休みでした。はい、こちら1階のカフェ&マーケットになりますね。いろんな食べ物がある中、こういう感じでお皿とか地元の特産品ですかね、いろいろと販売されているようです。食べ物も置いてありますね。あ、こっちですか。あ、はい、あ、じゃあそれでお願いします。あ、じゃあドリンクお願いします。あ、ミックスジュースで、はい、あ、大丈夫です。今回はね、ランチタイムということなんですけど、このサンドイッチとドリンク付きを注文したんですけど、プラス200円でミックスジュースに変更できるということで注文させていただきました。すごいね、おしゃれな、場所かなと。ちょっと外でいただこうかなと思います。すごいね、あの自然な感じと、なんか昔の建物があります。で、パンフレットもらいました。まあなんかいろんなイベントやってるみたいです。ちょっと覗いてみましょう、ご飯できるまで。保存のため使用禁止と。ちょっとね、本当に気になる場所がいっぱいあります。ちょっとね、ご飯食べてから、行ってみようかなと思います。今日のメニューがこちらです。ランチです。ね、もう緑囲まれた中でやっていただけるランチです。はい、でこちらがね、ミックスジュースついてくるということで、ついてくるというかプラスでね、オプションで入ってくるということで、すごいね、もういい匂いが、なんかバナナの匂いとかしますね。まず、こちらいただこうかなと思います。
卵がとろりとふわり、ベーコンも柔らかいです。すごい、うん、すごい食べやすくて優しい味です。でまたこのトマトの酸味がね、美味しさが引き出しますね。うん、すごいドロッとして、もう純粋に果物を使ってんだな、 100% 果物、すごい飲みやすいです。ごちそうさまでした。はい、でちょっとね歩いて見てみましょう。催し物があるのかな、ここで。はい、というわけでこの岡山ガーデンなんですけど、以前はガーデン岡山という名前であった施設を、1977年曜日ガーデンとして、開設したということで、経営者の思いは、日本そして岡山の文化や価値観を再認識し、新しく次世代へつないでいきたいということがあるということで、それから40年、時代背景は違うけどその思いは変わらないということですね。まあなんかいろんな思いがここに集まってるということで、本当にここでいろんなね遊び方を発見できるのかなと思いますね。はい、ちょっとねなんか予想外のものがいっぱいありますね。なんか昔ながらの古風な家があったり、なんか森林浴みたいなね感じで楽しめるのかなと思います。茶屋のね、茶屋ですね、茶屋が今蕎麦屋さんになっているということです。はい、でここに乗馬クラブみたいなのがあります。はい、というわけでね今日はもう本当にカフェメインでね撮影しましたけど、まあ、改めてこれを見るとね、まあ、どういうものがあるのかっていうのも分かりますね。蕎麦屋さんあったり、マーケットあったりとか、乗馬あったり、テニスあったり、ツリーハウスあったりとか、はい、というわけでね興味ある方はぜひ行ってみてください。でこのレストランなんですけど、今日はちょうどねたまたま休みだったということです。はい、2階ですね。というわけでありがとうございました。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは村版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。村版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。